この動画にはネタバレが含まれます。それでもよかったらゆっくりしていってね。チャンネル登録よろしくお願いします。はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今日は鬼滅の刃から、音の呼吸について見ていきたいと思います。音の呼吸とは、五大基本流派の一つである雷の呼吸を模倣して、天元が独自に確立した、いわば派生系の流派です。斬撃の摩擦で爆発する特殊な火薬玉を用いて、爆撃と共に強力な斬撃をお見舞いするのが大きな特徴。日輪刀の色はオレンジであり、愛刀が幅広かつ二刀流の日輪刀であることも相まって、衝撃と爆音を伴いながら大きな刀を振り回して戦う姿は派手そのもの。優れた聴覚を生かした戦況派と、爆撃による撹乱と攻撃力による力押しを主軸とした戦闘スタイルとなっている。使い手である天元は、城屋敷から女の子を無理やり連れ出そうとしたり、炭治郎たちに対して俺は神だお前らは塵だと言い放って派手を司る祭りの神を自称するなど、何かと癖の強い存在、自分の命よりも妻や部下の命を絶対に優先するなど、リーダーとして冷静かつ熱い一面もあります。装飾や目の周りの不思議な模様の化粧に目を奪われがちですが、実はかなりの男前キャラである天元。天元はかなり屈強で恵まれた体格をしており、宝石をあしらった装飾や金色の腕は、整った顔立ちなども含め、とにかく派手な存在。しかし、男前なのは容姿だけではなく、前逸の消息が絶たれた際、上弦の鬼との遭遇を予感した時に、素直に誤りを認め、その上で、炭治郎たちに生きてる奴が勝ちなんだと言って、恥じることなく帰りを促すなど、生き抜くことを信条とした。冷静ながらも情に熱い心の持ち主。それでは、音の呼吸の型について見ていきましょう。一の型、とどろき。斬撃と爆撃を同時に放つ技で、とてつもない威力で地面をくり抜いてる。斬撃を一点に集中させ、ごく狭い範囲でとてつもない威力を発揮する一撃。地中に隠された鬼の食料貯蔵庫に到達するためにこの技で地面をうがちました。貯蔵庫がどれほどの深さにあったのかはわかりませんが、一撃で地面に大穴を開けてしまうほどの突破力。鬼が驚くほどなので、相当な破壊力を持った技であることが伺える。使用した時に、通常時より激しく腕の血管が浮かび上がっているように見えることからも、ダメージ感を用いて放つ渾身の一撃だと言える。死の方、行山無限。上弦の六竜太郎が予備動作もなく放った不意の一撃から仲間を守るために使用。爆撃と共に幾重にも重なり旋回する斬撃で、技名の通り無限に、斬撃が響き渡るような剣に、攻撃範囲が非常に広範囲にわたるのが特徴で、同じく広範囲を攻撃する竜太郎の、円山旋回飛び地釜を完全に相殺する範囲と威力を持っている。この方、名言早々。上弦の六との戦いで追い詰められた後の反撃として使用。爆撃を撒き散らしながら突進し、大きな刀を高速回転させつつ前方を切り進むような剣技。敵が騒がしい技と評することからも、天元の剣技の中でもかなり派手で激しい剣技と言える。しかし、この剣技を放った時の戦況は芳しくなく、敵の挟み撃ちにあった天元が炭治郎に背中を守られた直後の反撃としての一撃でした。天元自身が毒に侵されていることや、体力の限界を超えている炭治郎の身を案じて焦ってしまったせいか、この技はあっさりと敵に完破されてしまいました。以上になります。他にも天元は、譜面という能力を使用しています。うずい天元は音を聞き分ける能力に特化しているため、相手の攻撃や動きを自分だけが理解できる音に変えることができます。炭治郎や前逸も嗅覚や聴力で相手の動きを予測する能力を持っていますが、うずい天元の譜面は頭脳を使った能力だと言われています。そのためうずい天元は戦闘能力だけでなく知力も高いようです。うずい天元が使用している譜面には時間がかかるというデメリットがあると言われています。相手の音を組み合わせ勝ちパターンを作る戦闘計算式なので、そのデメリットは仕方がないと言われています。また譜面を作らないと勝てないほどに苦戦してしまうという面も持っているため、うずい天元が譜面を作るのは強敵限定のようです。はい、今回は音の呼吸についてまとめていきました。音の元は雷の呼吸で、忍ぶとしての特性と音を使った戦闘スタイルを独自に改革した呼吸法でありかっこよかったですね。今回は、ここまでにしましょう。次回の鬼滅の刃では、霞の呼吸について、まとめていきますので、次回もお楽しみに。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。